高めいっぱいに決まります。打ちました。センターに抜けました。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。ランナーを背負ってのピッチングになります。ここはうまく打ち返されてしまいました。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを背負います。しかもノーアウトです。バッターは田中、ここは1点を取りに来るでしょうから。バントしました。右方向へ転がした。ファースト取った。一塁アウト。送りバント成功。ワンアウトランナー二塁です。さあドラゴンズ勝ち越しのランナーを背負った場面です。この場面の1点は大きいですから、勝つためにはしっかりしのぎたいですね。なるほど、そうですね。さあそのマウンド上の上田、どういったピッチングを見せるのか。これが1球目。見送ってまずはストライクです。低め決まってストライク。ストライクを先行させていきます。追い込みました。これは変化球。ファウルボールです。ワンボールツーストライクです。二塁牽制、タッチもセーフ。もう一球牽制球。二塁タッチもセーフ。さあ仕留められるか。インサイド打った。セカンドの左掴んだ。一塁送球、一塁アウト。ツーアウトランナー。バッターボックスには代打の末永。まあ小宮山さん、少し苦しい展開になってきましたね。そうですね、ここで勝ち越されると流れが変わるかもしれませんからね。そうですね。さあしっかり抑えていきたい。ファウルです。インコースの変化球見ています。フライになっています。掴んでスリーアウト。勝ち越すことはできませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。勝ち越しのチャンスがあったカープですが、そのチャンスを生かせませんでした。2対2同点です。11回の裏ドラゴンズの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。ターニー4番手としてマウンドに上がります。接戦の中でのリリーフ登板です。バッターは福田。先ほどの打席で犠牲フライを放っています。いや、いざとなると簡単ではないですよ。打った。センター前へ抜けていく。センター前ヒット。福田ヒットが出ます。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。今のバッティングご覧いただきましょう。狙ってましたね。バッターボックスは3番細川。
先ほどの打席で同点となるツーベースヒットを放っています。よく決めてくれましたね。ここはもう一本期待したいですね。はい、この打席も期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。まあ向こうは併殺を狙ってると思う。打ち上げた、セカンドフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターボックスビシエド、先ほどの打席は敬遠です。ワンアウトになっています。初球打っていった、この打球はフライになっています。掴んでツーアウト。中継にボールが送られる。ツーアウトランナー一塁と変わります。今日はダイソーで途中出場の村松、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトになっています。ストレート打った、ボテボテのピッチャーゴロ、抑えた。一塁アウトでスリーアウト。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。11回終わって2対2同点です。これから12回カープの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。清水がマウンドに上がります。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。菊池がバッターボックスに入ります。今日は盗塁が1つあります。ドラゴンズ同点でこの回を迎えています。まあここはバッター甘い球を狙ってますから厳しいところに決めたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。外のボールまっすぐでストライクを取りました。アウトコース見送ってストライクです。ツーボールツーストライクです。インサイド、打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。バッターボックスは2番野間、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。ワンアウトランナーなしです。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー一塁です。ご覧いただいています。ここはうまく打ち返されてしまいました。バッターボックス秋山、今日は盗塁を一つ成功させています。ヒットでランナーを一塁に置いています。これは大きくバットが回りました。ここはゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。動きやすい場面ですからね。ここはは何で来るか。変化球打った、セカンド取った、二塁へ送球、二塁アウト。ランナー一塁はそのままです。バッターは4番西川、今日はここまでノーヒット、完璧に抑え込まれています。ファーストランナースタート、キャッチャー送球して二塁タッチアウト、盗塁失敗、これでスリーアウト。ランナーの進塁を許しませんでした。まあよくこの俊足のランナーを刺しましたよね。
ランナー出ましたがカープ得点には至りませんでした。2対2同点です。12回の裏ドラゴンズの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。堀江がマウンド上に上がっています。この同点の場面で登板ということになりました。バッターは6番宇佐美。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミングが合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ドラゴンズ同点でこの回を迎えています。センターへ掴んでワンアウト。バッターは7番福永。今日はまだ当たりがありません。ワンアウトランナーなし。アウトコースボール。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。インコース伸びのあるストレートで空振りを取ります。低めに外れてボール。ストレート打った。きれいにセンター前に抜けていった。センター前ヒット。福永、これが自身本日の初ヒットになります。リプレイでご覧いただきましょう。打順は8番後藤。いや、さっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。期待しましょう。ヒットでランナーを一塁に置いています。ランナー動きませんね。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。ここはバントを警戒。送ってきた。あっと、これはファウルボール。こういうバントはきっちり決めたいです。送りバントだ。左方向へ転がした。ピッチャー取った。一塁アウト。見事送りバントを決めました。ツーアウトランナー二塁。バッターボックスには代打の溝は。ドラゴンズ送りバントでランナーを進めています。バッターは溝は背番号48。さて西さん、バッターの溝脇対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。そうですか。2球目は何で来るか。いい当たり、抜けた。セカンドランナー帰ればサヨナラですが、センター前ヒット。ベンチの期待に応えました。でサードまでランナーが進みました。まあそうですね、これで作戦も立てやすくなりますから、いい仕事しましたよね。さあ、そして打席には大島が入っています。いいところで回ってきましたね。さあ、チャンスが続きます。まあ決めればサヨナラですからね、この流れで決めてほしいですね。なるほど、そうですよね。西さん、この大島、左ピッチャーとの相性はどうなんでしょうか。いや、苦にしてませんね。というか左の方が得意だと思いますね。ああ、そうですか。さて、この大島、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、当てるのがうまいですから、三振を取るのは難しいバッターですね。そうですか。
サヨナラ。鮮やかなバッティングでした。この人のタイムリーで見事なサヨナラ勝ちです。打ったバッターはもみくちゃ。ドラゴンズがなんと劇的なサヨナラで勝利しました。延長でのサヨナラゲームとなりました。西さん、試合を決めたバッター最高の気分なんでしょうね。本当にね、何とも言えない言葉が出ないぐらい嬉しいんですよね。帰り気をつけて帰ってください。そうですね、勝ったドラゴンズ、サヨナラ勝ちという劇的な勝利をものにしました。一方のカープですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはドラゴンズが見事勝利を収めています。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで名古屋ドームから失礼いたします。お忘れ物などございませんよう、気をつけてお帰りください。